ロムルスの妻。紀元前753年8月に行われたとされるサビニ女性の略奪で、ローマに略奪された女性のうち唯一の既婚女性であった。ヘルシーリアは略奪の後、ロムルスの妻となったとする説が一般的だが、ホスティウスホスティリウスの妻になったとする説もある。ホスティリウスの妻となったとする伝承では、第3代のローマ王。 トゥッドス・ホスティリウスは、ホスティリウスとヘルシリアの孫であるとされる。サビニ女性の略奪に対し、その被害を受けた、諸勢力は、ローマに戦争を挑んだ。しかし、すぐに戦争を仕掛けたカエニナ、アンテムナエ、クルストミリウムなどの都市は、ローマによって、かっこ撃破された。この時、ヘルシリアは、略奪された女性たちの混乱を受け、 ロムルスに対して敗れた女性たちの家族をローマに受け入れるよう要請した。ロムルスはその要望を聞き入れた。略奪の被害を受けたうち最も強力であったサビニ人はクレースの王ティトスタティウスによって引き入られ、他の勢力とは異なり準備を重ね戦争を仕掛けた。その結果ローマはタルペイヤの裏切りなどもあり、カピトリウムを失いパラティウムを残すのみとなった。 カピトリウムに布陣したサビニ人とパラティウムのローマ人との戦いは、二つの丘の間にある後のフォルムロマヌムのあたりで行われた。この戦いは激戦で、ローマの指揮官として前線で戦っていたホスティウス・ホスティリウスも命を落としている。しかしこの戦いは、略奪された女性たちが突如両軍の間に入ったことによって停戦を迎える。 父と夫との間の戦いを止めるよう訴えた、女性たちの懇願を受けて両軍は和解し、一つの市民となることを誓った。その後のローマは、ティトゥス・タティウスを、もう一人の王としてを迎えるも、間もなく、タテウスは殺害され、その後は、ロムルス・カズトが王として支配した。ヘルシーリアは、ロムルスとの間に、娘プリマと息子、アオリウスを設けたという。 紀元前715年7月7日にロムルスは死ぬとクイリヌスとして神になったとされる。オイデウスの変身物語によるとユノから使わされたイリスに導かれ、ヘルシリアもまたクイリナリスで女神ホラとなり、天井でクイリヌスの妻になったという。ヘルシリアの名前を持つ小惑星もある。ありがとうございます。